期待しましょう、はい、皆さんもよろしくお願いします。さあ、そして小林選手、はい、お願いします。今年はそうですね、いい経験もできましたし、最後にやっぱり悔しい経験もしたんで、まあ毎年勝負ですけど、一日一日本当に勝負かけて、はい、もぎ取りたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。大竹投手、お願いいたします。やっぱりあのリーグ優勝って最高でしたし、来年もまた優勝したいと思いましたし、日本一に絶対行きたいなと思います。そのチームの力になれるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。その前に続いて山口投手、いろいろ思いがあると思いますが、ぜひあの今シーズンの振り返りとも結構です。ファンの皆様にメッセージお願いいたします。まあ、今シーズンのリーグ優勝できましたし、具体的にもやっとジャイアンツが貢献できたかなと思える数字を残した中で優勝できたっていうのは本当に誰のお金、あれ結局俺のお金が取ってきた。まあ、あの自身在シーズンなんで俺のお金、